まあ、ちょっとあの今回サバゲーフィールドっていうことと初めての場所でどのぐらいあれなのか分かんなくてちょっとこじんまりとではありますが、やっぱり皆さんこの十徳ナイフマルチツール系は大変興味深く見ていただいております。まあ、あとは基本的にみんなナイフ好きですよね。はい、すごいね、もはやちょっとしたショッピングモールみたいになってるね。お店はないけど、まあ、お店自販機とあとちょっとなんか出店が出てるね。うん、水浴びをしてる。こんな出店が出ている。なんなんだ、大変じゃん。やばい、美味しそうに思えてしまう。雨がちょっと、良くてちょっとブースちょっと隠してますけども、ゲームやってる皆さんはね、あのこのぐらいだと今日結構暑いんですごく、気持ちいいって思うんですけど、ちょっと私ねナイフイチさんはちょっとやばいんですよね。雨はということで、ちょっとあのスコールみたいにな降ってきちゃったので、もうハワイ以来だよスコールなんて。もう本当にもう千葉県にもスコールって来るんですね。ということでちょっと屋根付きのところちょっとお願いして場所借りてこっちに逃げてきました。はい、トイレが綺麗、広い。真後ろで繰り広げられる戦い。盛り上がって楽しそう。ゲーム終わりに皆さんにバトルさんのじゃんけん大会景品はいろいろみたいですね。今これから集合写真とあの締めの挨拶みたいですね。まあ、大体集合写真の時って皆さんあの、ね、面白いこと言い合い面白い。はい、ということであの出張ナイフ市 in ラムラムキャラバン、場所はブッシュマンが入っているバトルさんという千葉県のフィールドに来ました。非常に面白いたくさんの人が集まる場所でもあるので、ぜひ機会があったらまたここに出張ナイフ市をしに行きたいと思いました。それではラムラムの皆さんも、最後までご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。